in 工場見学。北立製麺は岩手の名物、盛岡冷麺、そば、じゃじゃ麺の乾麺と半生麺を作ってる。潰した瞬間から劣化が始まるから、製造する前日にそば粉を引いて使用するところがこだわり。八幡平の澄んだ水と空気の環境下で育てている農家からそばの実を調達。無農薬だよ。引き立て打ち立てに近い状態での提供を意識してるって。普通は横置きだけど、特注の縦型薄で引いている。その日の気象条件によって水分調節、徹底した管理、食の安全に脱帽です。いろんな商品があるけど、一押しは乾麺ギフトの八幡平山芋そばと引き立て打ち立てそば。そんなこだわりのそばが川徳や北立製麺の工場近くの本店でも食べられる。引き立て打ち立て茹でたての三立て二八そばは地産地消をモットーに提供してるんだって。柔らかさの中にしっかりコシと歯ごたえ、滑らかでつるんと喉をすり落ちていく感覚がたまんねえ。そば湯もこだわり、普通のそば湯に加えてそば粉を追加してそばの風味を出している。お客さんによってはこのそば湯目当てで来る人もいるんだって。天ぷらの内容はエビ、舞茸、野菜。ギフトにも自分用にも北立製麺を楽しんでほしいな。